では春雨を使ったカクテルを作っていきたいと思います。今回使うのはこの春雨の5年です。これを使ってですね、なんとコーヒーを入れていこうと思います。言い間違いじゃないですよ。これを使ってコーヒーを入れていこうと思います。これはですね、バリスタチャンピオンの石谷隆之さんというすごい有名なバリスタの方がいまして、その方が実は考案したこれはやり方なんです。なんとですね、この春雨を、手鍋で温めて、まあ、手鍋だけじゃなくていいですかね、60度まで温めて、でそれを使ってハンドドリップで春雨でコーヒーを入れます。そうするとですね、メイラード反応もあって熱で抽出される香りなんかもしっかり出してくれて、コーヒーの良さと泡盛の良さを保ちながらコーヒー泡盛ができると、そんなカクテルになります。では作っていきたいと思います。まず泡盛を100ミリ注ぎます。で、豆とお酒の比率に関しましては、泡盛がこれ100ミリで、コーヒー豆は10グラム今回使用します。まず泡盛を鍋に入れます。そして温めます。気をつけてほしいのは必ず中火から弱火ですること。そして、温度計、これ必要です。これ必須です。これをまず必ず入れて温度を測りながらいきます。で、65度を超えるとやっぱアルコールが飛んでしまうので、60度ぐらいがやっぱり一つのラインになります。で、これぐらいだとアルコールが高いので温度が低くてもちゃんとコーヒー抽出できるんです。これがポイントですね。通常お湯でやっぱ85度から90度がコーヒーの適温って言うんですけど、アルコールで抽出する分には60度が上限になります。逆にやっぱり40度とかだと低すぎるので気をつけてください。はい、こんなもんですね。53度ぐらいでも止めて大丈夫です。そこから余熱でちょっと温まっていくので、でこれで一度このケトルの中に入れます。で入れまして、手早くセッティングします。 10g のコーヒー、今回はこのアルトスコスタリカのコーヒーを使います。いきましょう。はい、ちょっとゆっくりめで注いでいきます。お湯がねあんまり熱くないんでね、こうガスがね出てこないんですよ。ただこれでもちゃんと抽出されてるので浸るぐらい、ハンドドリップ入れたことがある方は分かると思いますけど、これねアルコールだからなんかねちょっとお湯と違ってね注ぎ方が難しいんですよね。ちゃんとまっすぐ出てくれないっていうね。でも大丈夫です、ちゃんとこのままで入れられるので、これで全部注ぎ切ります。あとは待って、しっかりと下まで注ぎ切れたら OK です。いいですかね。まあ最後ちょっとポタポタ出るんで、ちょっとこの最後の一滴まで取るのがいいですね。結構出てますよね、色も。温度も60度から60度ちょっと下回ってて、やっててもこれぐらいちゃんと出てくれるんです。で、漬け込みのコーヒー焼酎ってありましたね。コーヒー焼酎、コーヒー泡盛と。何が違うかっていうと、やっぱりお湯とかあったかいので入れると、ちょっとやっぱね、酸とかフルーティーな部分が出るんですよ。これがやっぱりね、こう通常漬け込むのと、このハンドドリップ抽出の違いです。はい。完成です。では、抽出したこの泡盛をグラスに注ぎます。もうこれはですね、そのまんまロックで飲んでも美味しいんですけど、まあ、より美味しく飲むのに、この春雨のコーヒーにですね、ちょっとこれはバニラシロップちょっと入れます。飲むかな、ちょっと甘くてもいいかなって僕は思います。でこれを混ぜてよくなじませます。そして大きめの氷を一つ入れます。はい、
飲みたい分だけできることと、やっぱりコーヒーの味がしっかりこれも出てくれるので、とってもこれはねおすすめです。ちょっとね手間はかかりますけどね、めちゃくちゃ美味しいコーヒー泡盛ができます。史上最高美味しいんじゃないかと思ってます。これで完成です。その名も春雨コーヒー、そのまんまでもね美味しいんですよ。いわゆる抽出したらねやっぱ結構濃くなるんですけど、これのいいところはやっぱね、この春雨の例えばこの5年に合う豆を選ぶ、春雨の例えばカリーっていう商品に合うものを選ぶで、そのこの焼酎泡盛に何が合うかってことでこの豆を選ぶってことができるので、これはですね、万能です。で、あと泡盛に対してやっぱねコーヒーってね昔から合うってよく言われてたので、ぜひこれをねみんな試してもらいたいと思います。ではテイスティング行ってみたいと思います。ではテイスティングしていきたいと思います。春雨コーヒーですね。いい感じですね。いい香りですね。やっぱ春雨の香りもしますね。ああ、うまいですね。これはですね、よく春雨だけじゃなくて青森にコーヒーってつけるんですけど、あれはですね、僕の知見はやっぱりこう癖をなくすためにマスキングするためにつけてるって思うんですよ。まあそういう部分が多いんじゃないかなと思うんですよ。やっぱり癖が少なくなるんで。で、やっぱりそれって良さを生かしてるっていうことじゃないと思うんですよ。おそらく。でもこのいいところは、その春雨の良さとコーヒーの良さを共存させるっていう、両立させるっていうところが、このカクテルのやっぱポイントになるんですね。ちょっとね、やっぱハンドドリップやるって、なかなか、難しいんですけど、やっぱりね、こういうやり方やると、春雨のやっぱりこう、香りも活かしながら、コーヒーのやっぱりこう、コクも出るっていうのは、すごくいい飲み方かなと思います。これいわゆるブラックルシアンってカクテルがあるんですけど、ウォッカとカルーアとかコーヒーリキュール入れてやるの、なんか琉球版みたいな、そんな感じもします。だから生クリームちょっと、上にかけて飲んでも、すごく美味しいかなと思います。ぜひちょっとやってみてください。はい。美味しいです。ご視聴ありがとうございました。じゃあまたね。